こんにちは、ヒイラギです。もしもダンスを上手に踊れないのであれば、ダンスの神様から鉄槌が下って殺されるっていうんだったら、僕はダンスやんないです。だって死にたくないし、でしかも楽しくないし。上手いか下手かで全てが決まるものとかってあります？ダンスだってそうでしょ。人を引きつけるダンスとか、人を楽しませる、笑わせる、フラッシュモブみたいに人を驚かせてかつ楽しませてみたいな、人によっていろんなスタンスがある。で、ダンスのジャンル自体も社交ダンスとかバレエとかストリートとかいろいろジャンルがあるわけです。で、その成り立ちとか歴史っていうのもそれぞれ違います。ただ人間っていうか人類って不思議なもので、 iPod もスピーカーもね、 DJ とかもいないんですよ。そういう時代からずっと踊ってきてたの。人種とか国とかそういうの一切関係なく、今日まで誰かが踊ってきたから今のダンスシーンっていうのがあるんだと思います。その年のね、あの農業の豊作を祈るために神様に向かってお祈りを込めて、お願いしますっていうお祈りを込めて踊ることもあれば、まあ単純にですね、愛を伝えるために愛情表現の一環としてね、踊りをすることもあったわけです。で、これ人間じゃ、人間だけじゃなくて鳥さんとかそうでしょ。求愛ダンスとかやるじゃないですか。踊りっていうのは人と人とか、まあ、あるいは動物とかもね含めてコミュニケーションを取るための手段でもあるんです。で、また面白いのはダンスバトル。ダンスバトルはそもそも、まあ、外国のその闇のお仕事の人たちがもう殺し合うんじゃなくてさ、ダンスで蹴りをつけよう、ダンスで白黒をつけようっていう、そういう手段に用いたのがダンスバトルとされてます。ダンスっていうのはね、あくまでも手段に過ぎないんですよね。だから神様にね祈った、雨を降らせてくださいって祈った、それはなぜか、あの畑を耕すため。なんで畑を耕すか、生きるため、食べるためです。ある人は言葉で表現できないことを動きで示すために踊りを踊った。そしてまた現代では誰かを笑顔にするため、楽しませるため、その手段としてダンスを知る、知る。だから本来なら上手くなる、上手くなるためにダンスをするんじゃなくて、なんで上手くなるのかっていう、もう一段階上の何かがあってもいいと思うんですよ。だから自分のこともそうだけど、人のなんか上手い下手っていうのを気にする人は多分ね、その上手くなるのが目的になってるんじゃないかなと思います。もちろんそれが悪いことだとは言いませんけれども、もしかしたらもう一個上、なんで上手くなりたいのかなっていう、そこをはっきりさせたら、もうちょっとこう広いハートで、オープンマイハートでのことを見れるんじゃないかなと思います。確かにある程度スキルがあった方がね、表現の幅も広がって楽しむ、より楽しむことができるかもしれないですけれども、みんながみんなそのね、上手くなりたいわけではないでしょう。で、みんながみんなその同じ目的で共通の意識で踊ってるわけじゃないから、だからその優劣をつけるのが全てじゃないっていう、こう考え方がまあもうちょっと広まったらいいかなと思いますね。YouTube でも見れるね、面白いダンサーさんたち、あとまあ上手いも含めてか、僕がおすすめするのはですね、クエストクルーっていう、チームと、あとそのクエストクルーの人のマイクソングっていう人、これ YouTube でね動画上げてるんだけど、それはそれはね素晴らしいです。もうスキルもすごいし、もう構成とかショーの構成とかも、もう半端ない。やっぱ外国ってすげえなって思った。で、日本だったらそうですね、みんなが面白いと思う、多分裏ジャニーズとか、ウラジャニーズで検索しちゃったのも出てくると思う。あとは最近だったらね、あのチームじゃなくて一人でやってる人がいるんですよ。パイレーツ・オブ・マチョビアっていう人、あの人はねやばいですね。僕すごい好きです。まあいろいろちょっとおすすめはあるんで、この辺に出しておきますね、僕のおすすめのダンサーたちを。こんな感じで今日はまあ上手い下手が全てじゃないよっていうお話でした。どうもありがとうございました。